ガジェタッチ。こんにちは、リンクマンです。高木ひろみです。いきなり風が強い。前ね、ちらっと話しましたが、ちょっとロケをしたいなと思って、今日ね、駒沢公園です。なんでこんな夕暮れの曇天なのか。ね、暑いんで昼間は無理だなっていうふうになったんです、はい、で、今ちょっと試しに、ロケに行きまして、はい、ちょっと今回レビューをしたいなと思いまして、はい、あ、風強い風強いね。これどうなるんだろうね。風強いけどどうなるかな、レビューをしたいと思ってですね、新兵器を投入しました、はい、ドーンドーン。これ DR10L っていう、はい、ピンマイク、これね、マイク、はい、ピンマイクなんですよ。で、これピンマイクで何が特徴的かっていうと、これ単体で録音ができて、僕は今ね、これね、自分でこうやってつけてます。こうやってつけて、今マイクの音をこのカメラについているショットガンマイクで撮ってる、うんうんうん、で、この後、ゆずきさんにつけてもらって、はい、2人ともの声をこのショットガンマイクじゃなくて、このピンマイクに変えてみます。で、どんな感じになるかっていうのをちょっと試してみたいので、じゃあちょっとつけてみましょう。はいはい、つけてみるよ。はい。今もうすでに音がですね、今ここに、こっちにあるマイクに変わってると思います。はい。どうですか？これ僕らね、まだ今聞けてないんで、どうかわからないんですけど、ちょっとロケに行くのにね、うん、ピンマイクないときついだろうと。そう、まあVlog とかでも全部そうですけど、基本的にはやっぱり音が大事なの で今日わざわざこの声を選んでるのはですね、結構まあ、ソーシャルディスタンスは取ってるとはいえ、周りに割と若者とかが結構いるで、そこそこ騒がしい場所でも、そこそこうるさいなので、ちょっとそこでどれだけのものが取れるか、あと、うん、予期してなかったこの風の強さこのマイク、付属品で風防みたいなのついてるんです、うん、これね、うんうん、で、まあ、ただモフモフじゃないやつなんですよ、うんうんうん、金属系のやつ、はいはいはい、なのでどのぐらいそれができてるかもちょっと興味があって、そうだね、うん、はい、というわけで、急に我々しゃがんでお送りしますが、ちょうどいい三脚を持ってくるのを忘れてる、うん、こんな感じになってます、すいません。これね、うん、今後ろでセミの声が鳴いてる、泣いてる、結構泣いてるよね。これ今ショットガンマイクに切り替えました、はい、結構鳴ってると思う。ああ、ね、でこれをじゃあ今、ピンマイクに切り替えます。はい、ピンマイクに切り替えます。ピンマイクだとこれはどうかね、うん、僕らね、この撮ってる間は分からないんでミックスしてみてまたちょっとやるんですけど、まあ、でもね、うん、こういう絵だったらショットガンでもいいわけで、こう私がね、お後ろに下がるわけですよ。おー、なんか遠く行ったね。はい、らららら、下がった時にこれでも映ってる、映ってんじゃないかな、うん、バイバイここでなんだこれ、ここでこう小さい声で、うん、それでもリンクマンの一応普通に聞こえるはず、言ってもただ僕と柚月さんが喋れないからもう何言ってんか分かんないいや、ここでね、うん、ちょっと小声でリンクマンの丸口を言っても聞こえないかな。やめて編集するとき俺聞こえるんだから。編集するときに聞こえる、はい、どうでしょう。ワイヤレスマイクって結構いろんな種類があって、うん、まあ、ロードのワイヤレス GO とかある、ね、本当に無線でやるやつもあるんだけど、ね、今回僕らが買ったのは有線のマイク、うん、いわゆる、これ何がいいかって、うん、録音を単体でできるんですよ、この2つそれぞれ、うん、で、これは後々ちょっとやりやすい、うん、で、1人の人だったらその1対1のロードワイヤレス号とかでも全然いい、うん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 、それをカメラ の入力に入れちゃえばいいんだけど、うんうんうん、ただ2人だとそれがちょっとできないので、まあそうね、うん、であとやっぱりその音声ファイルのデータで残っておけば、うん、後々割と取り扱いがしやすくなるなので、うん、まあこれは一つちょっと今後ロケをしようということでちょっと導入してみました、はい、なんか思いつきロケじゃなくてなんかもうちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないですかいや今度からね、今回はちょっと実験的に外でどれだけ撮れるかなっていうのを、うん、自分の中でのテストも含めてやってみたので、はい、次回からもうちょっとなんか企画してやろうか、なんかもうちょっとおしゃな、おしゃなところ、あ、おしゃ行きます、おしゃなところ、はい、ちょっといろんなことにチャレンジしていきたいと思いますので、これからもよろしく、よろしくお願いします。外にも行きますよということでよろしくお願いします、はい、それではまた次回、バイバイ。この動画を気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。